トボシガラファカパービグルーマストドは、イネカの軟弱な植物。長い脱ぎのあるコボを長い柄の先にぶら下げる。全体にひょろりとした多年草。ほがない時は全く目につかない。細い根茎があって、地下を這い、茎は束になって生じる。下水を含めて高さ30から60センチメートル。葉は根元から茎の途中の節につき、 長さ10から25センチメートル、ザラつかず、深い緑色で光沢がある。幼少も葉の表と同じような質感。花は5から6月に茎の先端から出て、塩水果樹をなす。果樹の主軸は8から15センチメートルで、数個の節があって、それぞれの節からは果樹の枝が一本ずつ出るが、これが果樹全体と同じくらいに長い。果樹の主軸と枝は、 先が細くなって、そこにまばらにコボをつける。コボはその枝に寄り添う。果樹全体としては、枝はやや主軸に添うようにして、全体として先端が垂れるが、開花期には、枝はやや広がる。コボは、緑色で3から5毛を含む。包み絵は、ごく小さく、森絵は5から6ミリメートルあって、これがほぼ、コボの大きさに当たる。その先端からは6から9ミリメートルの細いのぎが、 伸びる。内営は、森営とほぼ同じ長さ。名前の由来は、逃亡死柄で、古い時代の米の品種である。逃亡死に似ていたためとの説、天頭系、あるいは天下系の糸の説がある。牧野は校舎を採用しているが、その名の意味や、その発祥については不明と述べている。草原や林園部に見られる。日向からややこ陰で見られる。北海道から九州まで見られる。 国外では朝鮮から中国、インド北部にわたる分布を持つ。何もない。この属には多くの種があるが、とぼし柄はやや独特の姿で、判別は優しい方である。小柄な草で、無毛、果樹はまばらな細長い枝になって、その先の方にだけコボがあること、長いの木があることなどを確認できると、ほぼ確かで、包み絵がごく小さいこと。 三から五毛を含むことなどが確認できればほぼ間違いない。なお、棒がごく短いものが本州と四国で知られており、イブキトボシ柄バリエーション、ブレビーリストタオーイーと呼ばれる。さらにこれに似たものに、山トボシ柄イフジャポニカマキノがあるが、棒の他にも、森絵がやや小さいこと、また、カジョの主軸の節からの枝がトボシ柄では一本ずつ出るのに対して、 この種では普通は2本ずつ出るといった違いがある。長田の佐竹ほかまきのありがとうございます。